ダイナミックマイクのテストです。SUA のベータ 58A。これ、定番中の定番の SM58A の上位バージョンです。SM58A より少し高くて、それ、好感度に設定されています。まず最初にこの持った感じ、このハンドリング、これ見てみてください。結構手,手荒に触ってますけど、この安いマイクと比べると、このボコボコ音、これが入りにくいんじゃないかなと思います。 まあよく聞けば入る確率に入るレベルですけど、まあ、水あわりにな,ならないそういうレベルですあと今相当オンマイクで喋ってますけど軸さえ合ってればある程度話しても音が入りますれこれですとこの息の感じ息遣いがどんどん入らなくなると思いますもうこれですと息遣い入らないんじゃないかなと思います次にノイズこの携帯使ってやってみたいと思います 携帯で着信音鳴らしますでこの状態で喋ってるんですけど、携帯の音、埋もれないと思います。ここら辺まで近づけてくると、さすがに入ると思いますけど、ここら辺、もう入らないと思います。ちょっとかすかに聞こえるぐらいかなと思います。こう後ろでしたら入、入ると思いますね。あと一番シャットアウトするこの角度。 この角度ですとほとんど入らないんじゃないかなと思います。こう回してみます。まあこんな感じで外部のノイズどのくらいシャットアウトできるかそれがわかると思いますそれまあ本来録音するときマイクはスタンドに置いたほうがいいですねこれテレビ持っているとさすがに条件が悪いです。 こういうケーブルがカタカタする音とか、入りが少ないって言われてますけど、やっぱり入ってしまいます。まあ、神経質になるんでしたら、スタンド、スタンドを使ってください。あと、このマイクと、この口の距離。これも、この作品として撮る人、音楽を歌いたい人、そういう場合は気を使ってください。これ全然違う音になります。こういう風うに口に近づけると、この口のぺちゃぺちゃいう音、 こういう音が入りますこういうい音を入れた方がいいっていう作品の場合は、こう近づけて、それ口のこの音、それを入れたくなければ、こう遠ざけてください。そ遠ざけるこの、口の軸上から遠ざけると、こ音あの、低音の音とか、あと、近くにいないと聞こえないような、この息遣いとか、そういうのがなくなってきます。これはいいいい悪悪い息遣いが入ってるから悪い 入ってないから悪いんじゃなくてこの作る作品によって調整するそれが必要ですまあ私みたいにあの声をあの朗読とかスピーチを取りたい場合はあまり気にする必要はないですけど作品を取りたい人は重要じゃないかなと思いますまあ,あのビデオカメラに接続して私使ってみましたけどまあ非常に使いやすいマイクですあとこれトークスイッチスイッチがついてないですので スイッチの入れ忘れがないです。それもいいですね。あんまりスイッチ、こういう録音する場合は、あの、必要ないですから、ないマイクの方がいいですね。PA とかで、その喋らないときに、マイク、マイクのスイッチを切って置いとく。そういう場合は必要ですけど、まあ、録音の場合は必要ないと思います。このビデオを見て、この外部マイク、外部マイクを採用する、このヒントにしてみてください。あと、これ、私、キャノンの、 アイビスに接続してますけど、キャノンはプラグインパワーっていうそういう仕掛けがないですので、そのまま接続できます。ソニーとかですと、プラグインパワーっていうそういう仕掛けがありますので、接続するときはマイクメーカーまたはビデオカメラメーカーに問い合わせてください。ダイナミックマイク、カラオケ用のこういうマイクが接続できるか、それを機器メーカーに問い合わせてください。それから接続してください。接続するなり、購入するなりしてください。以上です。